タスクってどうやって管理してますか？今日やるタスクとか。例えばなんか水道光熱費払うとか、例えば SNS アカウントを作るとか、今日何時にここに行くとか。人ってタスクって結構管理してる人と管理してない人はいると思うんですけど、結構ですね、頭の中でイメージして、頭の中で管理してると忘れちゃったりとか、後回しにしちゃうとか、結構そういったことって多いと思うんですよ。で、今後ですね、パソコン上で、しかも Google で無料で使えるですね、めちゃくちゃいいタスク管理ツール、これを見つけたので、ちょっと共有していきたいと思います。で、使うツールがこれですね。デスクトップ APP for Google Task っていうやつなんですけど、この URL ですね、YouTube のところに載せておきますので、ダウンロード無料でできます。で、使い方としては、これ拡張機能なので、これ拡張機能で入れてもらって、で、そうするとこんな感じでタスクとか、こういうの入れられるんですね。しかも日本語で入れられるので。で、これ実際に使ってみるので、で、これ、Chrome からここから、拡張機能インストールしますっていうのがあるんですけども、じゃあ、例えば、僕、ここに入れたんですよ。Chrome の拡張機能。これ、右クリックでですね、拡張機能、この辺か。拡張機能ここに残すっていうのができるので、これでやるんですけども、例えば、例えばちょっとこれ見づらくなっちゃってるんですけど、こんな感じで今日やるべきタスクとか、そういったものをここを押せばですね、こう出てくるんです。これ自分でやったんですけど、例えば僕だったら光熱費を今日払うとか、ドメインですね、ドメインをどんどん削除していこうかなと思ってて、10月1日からステマ規制ができるじゃないですか、アフィリエイトの。だからアフィリエイトサイトどんどん消していこうかなと思ってて、ムームドメインを消すとか、例えばマニュアル作成するので、マニュアル作成、マニュアルとか、領収書もちょっと、そろそろ仕分けしようかなと思ったので、領収書スタートとか。で、例えば今日光熱費をもう今払ったってなれば、これをピッと押すと、こうやって消えていくんですよ。で、ここで例えば今日やるべきことを、例えば動画作成とか。で、こうやるとここにタスクがあって、じゃあ動画作成今日終わりましたよって言ったら、ピッとやると、こんな感じで終わるって感じですね。めちゃくちゃこれ便利じゃないですか。これリンクとかも入れられるので、ファイルですね。ファイルとかも入れられますし、ラベルとかもできるので。とりあえずですね、ごちゃごちゃあると難しいと思うんですよ。タスク管理とかも。僕もそうなんですけど、なんかシンプルでシンプルのほど、なんかいいのかなと思ってて、ツールって。だからもう、日々のタスクっていうのは、もうこれで管理しようかなと思ってますね。忘れちゃいそうなこととか、もう本当に小さなことからやっていこうかなと思っていて、もう本当に全然何でもいいと思うんですよ。例えば、なんか入金とか、入金するとか、こんなんでいいと思うんですよ。で、ここに入れておけば、たまにここを開いてですね、たまにこれ開いて、そういえばこのタスクあったな、じゃあやっておこうかなとか、このタスク終わったなと思ったな、じゃあこれ、こうやってタスク消していけばいいので、これめちゃくちゃ便利だと思うんですよ。っていうか、そもそもめちゃくちゃシンプルなので、シンプルイズベストかなっていうのを思いますね。僕も昔トレロとかですね、なんだっけな、エバーノートとか、いろいろあるんですけど、タスク管理とか、ノートとかツールいっぱいあるんですけど、なんかもう機能が多すぎて、そんないらないかなって思ってたんですよ。で、今それトレロとかエバーノート使ってなくて、じゃあなんかタスクいいのないかなと思って、さっきインターネットで調べたらこれ見つけたので、これめちゃくちゃいいじゃんと思って、動画でもですね、ちょっと紹介していこうかなと思って、今動画撮ってるっていう形ですね。で、このですね、拡張機能のリンク載せておきますので、これめちゃくちゃ便利だと思うので、日々のタスク管理ですね、今日やるべきこととか、明日やるべきことっていうのをですね、タスクとしてまとめて、日々のですね、パソコン作業の効率化に活かしてください。またですね、いい、こういったツールとか使えそうなものがあれば、どんどん紹介していくので、よかったらチャンネル登録とかしていってください。